はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、北郁恵を書いていきたいと思います。今回書いていく北郁恵はリクエスト投票企画で2位だったものです。リクエストしてくださったスーさん、そして投票してくださった皆さん、本当にありがとうございます。リクエスト投票企画は現在も実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。ほっぺをちょっとぷくっとさせて、で輪郭は真ん中に線を引いた時に頬骨とか大体左右で対称になるような形で描くようにしてください。このあたりは詳しくは輪郭の描き方講座で解説していますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけたらと思います。でその真ん中に引いた線のところに鼻が来るので、先に鼻を描いておきます。で目は上のラインをちょっとここ先斜めに落として、でクイッと上げていきます。でまた斜めに落としていって、でまつげ、でこっち側に落とします。でクルクルクしていきます。ちょっと目の上のラインの形が特徴的なんですが、まあ、一本ピュッと出して、で瞳は縦長の丸で描いて、ここにハイライトを入れます。で黒い瞳の丸、で下に楕円を描いて、上にも楕円を描きます。で上を薄く黒く塗っていきます。ここもで二重のライン、二重のラインはこの斜めに落とした上のラインのここぐらいまでで止めます。で眉毛は目の上のラインからかなり離したところに、で反対側右目もまず前を斜めに落とします。で横にスーッと伸ばして、でここから斜めに落としていきます。でこの落とした位置は左側と揃えます。でまつげ、ちょっとさすがになんか下ろします。で瞳を縦長の丸で描いて、ここにハイライト入れます。で黒い瞳の丸、下に楕円を描いて、上にも楕円を描きます。で黒く塗っていきます。で二重のラインを、で眉毛はこっちも目の上のラインからかなり上げて、鼻の下長めに開けて、口角を丸く描きます。で前髪は右目の瞳の端からすっと上に上がったところから、まず1本下ろしていきます。で今度瞳の前をめがけて、細めの毛束1本下ろしていきます。で大きめの毛束を真ん中に作って、今度左目の前にも細めの毛束を1
を押します。で、左目に伸ばしていくような感じで、こうして。で、今度左目側に伸ばしていきます。で、ほっぺにかかっていく毛を下ろしていきます。ちっちゃめの毛束で大きめの毛束で輪郭消す前に先に耳の位置を描いておきますね。でこれ左右対称になるようにで、これはこの髪の毛からちょっとだけ見える耳は描かないとわかんないです。ここから一本下ろしていくんですけど、ここちょろっとだけ耳が見えるんですよね。これは描かないとわかんないです。で上から細めの毛束を下ろしていきます。で反対側、右目側も右目にかけて、で上から下ろしていきます。で、細めの毛束で、外にちょっと出していって、一本ちょっとピュッと外をはめさせて、で、耳横の毛ですね。これもちょっとだけここ耳見えるんですね。でここは大体左右揃えて、でこの見え方も耳全体を描かないとわからないんで、描いた方がいいと思います。で頭のてっぺんがどこかっていうと、この目から顎までの距離の大体2倍ぐらいのところになります。なのでここを通るように丸く描いていって、で、ここ、サイドで結んでいくので、眉毛よりちょっと心持ち上ですね。で、結んでいきます。で、ここ線汚いの消して。で、ここで結んでいく毛の流れを入れて、で、後ろ下ろしていきます。ちょっとこれ、ぼちがろくの特徴なんですけど、毛先がちょっとポコッと膨れるんですよね。ここ、このあたりポコッとここ膨れさせてあげて、で、耳横を通る毛を一本こう下ろしていきます。で、この毛は反対側も同じように、耳横、毛がスーッと下りていって、だいたいこれの長さ、反れます、左右で。外にくるーんと出していって、で後ろ、でちょっと一本パラリ、パラリ、パラリ。っていう毛があると可愛いかなと思います。
で、首はエラのところからちょっと下がったところですね。からかなりあの顎寄りに、首細めに取りたいので顎寄りに首を描いていきます。で、こっちもかなり顎寄りに、で、ちょっと顎の下の顔を描いて、で、セーラーの襟を描いていきます。これも真ん中の最初の中心線のところで合わせます。で、鎖骨が見えて、で、襟ですね。で、ラインを入れて、この辺黒いのでもちょっとタッチ入れていきます。で、こっちも。で、大体この肩の位置を左右で揃えます。で、ライン、で、ここリボンが来るんですが、こっちの方がこう行きます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。で、何かあの書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。